安心しろ、あたしが守ってやる。いらっしゃい、あたしのもとへ。ここがあなたの本当に帰るべき場所。局長、お目覚めですか？外報事務局局長のギオタンから内部通信のアクセス申請がありました。特殊結晶体についてあなたとお話ししたいそうです。それから合同作戦案についても。ごきげんよう、ミノスの局長。外事局局長ギオタンです。依頼された分析作業があまり進んでいないと伺ったが、今後の我々の合同作戦、非常に重要な合同作戦に影響が出ないかと懸念しております。お分かりですかな？外報事務局が提示した白砂の海危機合同作戦案について、 FAC は1週間前にそれを了承し、第9機関への申請を経て MBCC の参加を決定したのですぞ。それはあなた方が今なおその分析を終えられていないからでしょう。それゆえ我々は新たな作戦計画を立てたのです。ご存知の通り、我々は最悪に対抗しうる唯一の戦略資源、イレギュラーキューブを手にし、砂の海での航行およびナビゲーション技術確立の障壁を何度も突破してまいりました。そして外報事務局の長年にわたる努力の成果として、ディスシティは砂の海にて膨大な貿易ネットワークを構築し、イレギュラーキューブを持って多くの都市国家と交渉を進め、まさに全世界の中心、人類復興の先導者になり得たと言っても過言ではないでしょう。しかし昨今、我々の資源を奪おうという不届き者が砂の海に現れたのだ。3ヶ月前、
白砂の海で砂嵐などの災害発生頻度が突然増加しました。資源を略奪することで生計を立てている砂漠強盗たちはこの木を利用して貿易航路において頻繁に破壊活動を行うようになり、イレギュラーキューブを略奪しております。1週間前、それらの事態が FAC の目に留まりました。 FAC は人員を派遣し緊急殲滅任務を執行。その戦闘の最中、 FAC の戦闘員が正体不明の結晶を持っている砂漠強盗を目撃したのです。その結晶からある種のコンビクトに似た謎の力を得ているため、何も恐れていないわけですね。残留エネルギーの波形を照合した結果、その結晶は何年も前に EDGE が灰の塩を探索した際に手に入れた灰の結晶と同じ部類のものだということが分かりました。しかし現時点であなた方は何一つ分析できていない。この1週間、 FAC は再び多数の支援部隊を派遣し圧力をかけましたが、砂漠強盗と結晶の関係に関する砂の海での調査にはまだ人手が足りておりません。だから MBCC の力が必要なのです。あなた方の仕事は砂漠強盗の力の源を暴き、コンビクトが関わっていれば即刻逮捕することだ。下劣で貪欲な違法の者どもめ、手段も選ばず我々のイレギュラーキューブを強奪するとは、奴らは自らの行いがどれほど重要な航路を破壊し、どれほど重要なビジネスを水の泡とし、どれほどの資源と資金を台無しにしたか分かっているのか。ひとまず状況は一通りお伝えしました。資料を共有するよう FAC にしつこく求められたため、これはここ3ヶ月間の砂漠強盗の活動に関するデータです。機密情報ですぞ。ありがたく受け取りなさい。注意することですな。今あなたが着手しようとしている案件はディスシティの命脈に関わるもの。通常ならばあなたに関わる資格などないのだから、余計な企てはしないことです。皆を失望させないでくれたまえ、ミノスの局長。局長、愉快な任務ではないかもしれませんが、 FAC がサンプルの実験結果が出るまで待つほど悠長ではないことも事実かと。彼らはあなたに速やかな出発を望んでいます。
このままじゃ私の顔までヤスリで削られたみたいになっちゃうよ。これがナイチンゲールの言っていた特大砂嵐、灰の塩。特別任務だっけ？担当者迎えに来ないわけ？あの解放事務局のクソ親父、まさか私たちにフードだけかぶらせて砂の海に入らせるつもり？彼方よりの客人よ、あなたは少し迷っているように見えるわね。何か私にできることはないかしら。砂の海の客人なら私の客人でもあるわ。私はあなたを導くことができる。あなたの困惑にも答えをあげられる。自己紹介を忘れていたわね。私は砂の海のスターゲイザー。占ってみる？それとも。解読してみる？あなた自身ですらわからない夢の予言を。何を聞きたいか分かったみたい。あなたの前では強風が破滅をもたらし、大地が震え続けている。世界の境界は震撼し、深淵も揺れているわ。そしてあなたは無知によって墜落し、恐怖によって崩壊する。あなたはあなたの過去から連れ出され、未知の混沌に直面する。でも振り返る必要はないわ。その先には道を切り開いてくれる人がいるから。強い風を受け止めてくれる人もいる。ただ前に進んでいけば、いずれ真実にたどり着くことだって。あれはイルギラーキューブのフォースフィールド。最悪を抑えることができて、灰の塩から鎖交線を守る。FAC がよこした迎えみたい。あれが私たちが乗る船。ヤッホー、助っ人が来た。しかもめっちゃ豪華なクルーズ付き。早く早く船に乗ろう。 MBCC 特選組ヘラ冒険分隊、初めての船での旅。
すぐ出航。お行きなさい。この先できっと誰かがあなたのために星を灯し、あなたを本当に帰るべき場所へ連れて行ってくれるでしょう。私が守ってやる。ご乗船ありがとうございます。ミノス危機管理局の皆様、私は V710 注水管理システムです。クイーン集団を代表し謹んでご挨拶申し上げます。数ヶ月前から狂気じみた砂漠強盗は白砂の海の秩序を踏みにじり、ディスシティの生産活動を無視できないほど妨害していると聞いております。集団の社長であるエイレーネは砂の海発展基金を設立しました。その目的は砂の海が発展し繁栄するまでできる限りの支援をすることです。最近、ミノス危機管理局は砂の海にはびこる砂漠強盗の討伐に参加することを知った我々は、支援の意図を示すため外事局の許可を得、皆様のために最新型の鎖交船 V710 を購入いたしました。薄くない？あのクイーン集団だよ。ニューシティのあのハイパー金持ちスーパー財団だよ。ボスのエイレーネはものすごい美人でビジネスの天才でもあるんだって。彼女はクイーン集団を設立してからまだ8年しか経ってないのに、すでにニューシティのフル株財団たちを窮地に追い込んでるとか。老人たちは毎日テレビで彼女の悪口を言うことしかできてない。でも残念なことにクイーン集団は毎年ニューシティの交易のために大金を使ってるからね。すごく評判がいいから老人たちのザレ言を信じるやつなんていないってわけ。私あのが無駄金使って悪あがきしてるの見るのが大好きなんだ。
クイーン集団にやすやすと下劣な手口で丸め込まれるとは、あなたの手下なだけありますな。そうそう、あんたもクイーン集団をカモにして絞れるだけ絞り取るつもりじゃん。少なくともあの人たちはこの最新の大きな船を買ってくれたよ。小娘、喋れば喋るほど無知を晒してしまうぞ。クイーン集団がどうやってニューシティでビジネスを成功させたかについて外事局は興味がない。気になっているのはバックにいる勢力だ。前触れもなく現れ、短期間でここまで拡大するとは、どこかの違法勢力が裏で糸を引いていなければありえん。忠告しておきましょう、クイーン集団に感謝する必要はない。奴らは奴らのすべきことをしただけなのだ。あなた方も己の任務を忘れぬよう。それから今あなたの手元にある灰の結晶だが、後で外事局が特別に作った金庫で保管する予定になっている。くれぐれもお気をつけ召されよ。万一紛失でもすれば、あなたに責任を負えるものではありませんからな。 V710 のナビゲーターにお会いなさい。あなた方の本当のサポーターは彼の方です。V710 のナビゲーターの川川さんは卓越した砂海探査者でもあります。砂海探査者は常に砂漠の最も危険な場所で活動し、砂漠を最も熟知している者たちだと聞いたことがある。局長、私たちは彼に会うべき。うわ、いい香りだ。なにこれ、柔らかい。それからこれ、めちゃくちゃ辛い。効く。 V710、君が用意してくれた食べ物美味しすぎるよ。僕がいつも作ってるサソリ焼きとかトカゲ焼きなんて比べ物にならない。お褒めに預かり光栄でございます。川川さん、 V710 は他にもメニューもご用意しております。お試し。まだあるの？食べた。また今度かな。もうお腹いっぱいだし、ご飯を粗末にしたらいけないからね。まさかこのガキが私たちのナビゲーターなの？白砂の海はもともと無人の禁止区域でした。危険を恐れず砂嵐に踏み入れた数々の探査者たちがデータを収集し、測量や製図を重ね、ようやく貿易航路のひな形を作り上げたのです。川川さんは探査者の一人です。 V710 のナビゲーターとしての資格は十分にございます。そんなに偉くないって。それは先輩たちのおかげさ。今の僕なんて足元にも及ばないよ。局長、うわ、僕そんな偉い人案内するの？何かあったら何でも言ってくれよ。ベストを尽くすから。ねえ、こいつ本当に大丈夫？局長を見てこんなに緊張するなんて。もし砂漠強盗に出くわしたら。
州。局長、ここは私たちが。あ、心配ない心配ない、これは僕と V710 の計画だから。 V710 は戦闘艦なんだけど、僕たちはイレギュラーキューブの輸送船に偽装したんだ。砂漠強盗の注意を引くためにね。奴らが食いついたら砂の罠まで引きつけて落とすんだ。一網打尽にしてやる。こんな砂煙で何にも見えない中を本当に避けながら進めるの？任しといて、砂の海は僕の庭同然なんだから。さあ、甲板に上がって。V710、あの砂丘の後ろに回り込むんだ。了解しました。警告、ここは未探索ルートのため未知の状況が発生する可能性があります。ご注意。心配無用さ、僕にとっては慣れた道だ。君たちの安全は僕が保証するよ。局長、砂漠強盗が戦略を変えた。遊撃艇が数隻接近してきてる。目にもの見せてやる。 V710 が戦闘艦に戻るよ。この人に近づいてはいけません。続いてはいけません。この人に近づいてはいけません。消滅するので。ここに宣言する。今からあんたは MBCC 特選組ヘラ冒険分隊4人目のメンバーだよ。このくらいなんてことないよ。僕の理想は先輩に続いて砂の海を測量して本当に安全な航路を示すことなんだから。君たちを守って案内するために僕はここにいる。君たちの役に立てたなら嬉しいよ。気を緩めないで。砂漠強盗の攻撃はまだ終わってない。
後ろは僕に任せて。君たちは思う存分戦えばいい。これは私が考えた計画だ。安心しろ、私が守ってやる。冒険分隊初戦大勝利。 MVP はヘラ隊長。は？あいつら U ターンしてるんだけど。勝てないから逃げるとかヘタレかよ。逃がすか。オッケー、 V710 補助照準射撃モード起動。かしこまりました。敵をオート探索中。射程範囲内のターゲットロックオン。射撃用意。局長、ターゲットは全員捕まえた。砂漠強盗の船団は撤退中。局長、追撃を停止した。ターゲットの船団がもうすぐ離脱する。バーカ、何ためらってんの。待ち伏せされたとしても砂漠強盗なんてこの V710 の敵じゃないでしょ。どれどれ。あ、この方角は航路が開かれてないみたいだ。みんな一旦落ち着こう。砂の海を進む際に一番最初に確認すべきは航路の安全性だ。 V710、 砂漠強盗の進行方向エリアの衛星映像を送ってくれ。やば、鳥肌立ってきた。砂虫、白砂で、どうして今は出てきてるわけ。換気でもしてんの。まずい。おじいさんのノートによると、砂虫が群れで騒ぎ出すのは灰の潮の前兆だって。灰の潮をしのぐためにまずは避難所に向かおう。巻き込まれたら命の保証はないよ。ねえねえ、なんとかの塩ってそんなにヤバいの。 V710 でも無理なくらい。この船は私たちを守ってくれるんじゃなかったっけ。V710 に搭載されたイレギュラーキューブのフォースフィールドは砂嵐くらいからなら確実に守ってくれるよ。だけど、灰の潮が来るなら話は別だ。ちょっと大きい砂嵐じゃないの。何が別なのよ。灰の潮の奥には誰にも知られていない恐怖の存在があるんだ。灰の使徒が。
の首都の本当の姿は誰も見たことがないんだ。ただ灰の塩に間近で触れた人が命が助かったその瞬間に、正体不明の巨大な黒い影の群れが灰の塩の奥を漂っているのを見たってだけで、生存者たちはこう言ってる。彼らは神の使者のように迷える信徒を探し、塩の中に連れて行き死へ向かわせる。もうまあ僕としては灰の塩の中心まで行ってみたいと思うんだけど、君たちは危なすぎるな。全員の安全は保証できない。こんな都市伝説めいた信憑性に欠ける噂が MBCC の諸君にはかなりお聞きになるようですな。は？てめえどっから出てきやがった！あんた今の空気分かってた？いきなり出てきたら怖いだろ！敵前逃亡を企てる人間を引き止めるのは外事局の責任であり義務である。時と場所は関係ない。はあ？誰が逃げてるって？リス当局を悩ませている敵が目の前にいる。今こそこの砂漠強盗どもを一網打尽にする絶好の機会ではないか。たった一つの灰の塩によってこの機会を逃すなど疑われない方がおかしい。船も人員も用意し、ようやく迎えた追撃の機会をわざとらしく見逃す。これで明らかになったな。クイーン集団こそがこの茶番の黒幕だ。奴らは密かに違法勢力である砂漠強盗と結託し、政府のイレギュラーキューブ貿易に手を出そうとしている。はあ？おいおっさん、その口切り裂くぞ！ふざけんな！あんたが追いかければいいだろ！これはお前たちの任務だ。私の任務ではない。ともかくこの追撃の機会を逃すことは許さん。言いたいことはそれだけだ。局長、危険すぎるよ。本当にいいのかい？父さんが昔言ってた、リスクを避けることこそが世界で一番リスクが高いって。君本当に度胸があるんだな。気に入ったよ。 V710 追撃を続行する。航路はそのままだ。かしこまりました。できるだけ砂虫を避けるようにする。みんなを危険な目には合わせない。これでチェックメイト！よくも逃げ回ってくれたな。局長、もう時間が。ずいぶん嬉しそうに追いかけてきやがったな、ディスの犬ども。残念だったな。ここ
で死ぬのはてめえらだ。もう逃げられないわよ。この人に近づいてはいけません。消滅するのね。俺こそが軍団だ。局長、あれは灰の結晶。ちょうどいいじゃん。あの結晶で何ができるのか見せてもらおう。うって、うわあ！砂が湧き立っている。局長、下に。砂虫だ。地下で動いてるんだ。こっちに向かってくる。なんで？さっき避けたんじゃなかった？灰の結晶。砂漠強盗が、あれで砂虫を操っている。砂虫を操る？そんなの聞いたことないぞ。おやおや、お前らもこれの使い道を知ってるのか。まあいい、お前らはもうすぐこの世から消えるしな。シンジケートのソランゴをよく知ってるじゃねえか。クソガキがよ。だが、その手には乗らねえぜ。さすがおかしら。一目であの船の偽装を見破るなんて。ディスのお偉いさん方、札をぶち切れたんだろうな。イレギュラーキューブの輸送船に偽装するなんてやり口使った上に、シンジケートのゴミまで連れてきやがってよ。
イレギュラーキューブの上にあぐらかいてたツケが回ってきたんだ。イレギュラーキューブなしじゃてめえらの繁栄なんざへでもねえぜ。システム異常なし。イレギュラーキューブのフォースフィールド展開中。あいつらを何回でも吹っ飛ばせる弾薬はあるのに、この虫さえいなければ。くそ。そうだ、カワクマ、あんた砂の海のこと一番よく知ってるんでしょ。あのキモい虫たちを振り切って直接あいつらを撃つ方法とかないの？なくはないけど、あの操られてる虫を振り切ったところでもう遅いんだよ。今一番問題なのはあれが来ることだ。あれが灰の塩？まさかあいつら灰の塩で私たちを仕留めるつもりなの？まずはイレギュラーキューブのフォースフィールドが完全に展開するのを待とう。少なくとも目の前の。傲慢で貪欲なディスの連中め、俺たちの積年の恨みを受けるがいい。人命に関わる大事な資源を独り占めして俺たち異邦人を見下しやがって。果てなき苦痛の中で己の無知と罪を思い知れ。その時には死こそが唯一の救済となっているだろう。おかしら、新しいターゲットが現れたぜ。先遣隊の報告によると、イレギュラーキューブの輸送船だ。よし、灰の結晶を回収しろ。灰の塩を切り抜けるにはあれに頼るしかねえか。こっちに来て。塩の淵だ。僕のバリアでも持ちこたえられる。無理、風が強すぎる。そっちに行けな。局長、カセの使用を。悪夢を強化して彼に、私たちを。全て計画通りね。安心しろ、あたしが守ってやる。
あなたの前では強風が破滅をもたらし、大地が震え続けている。世界の境界は震撼し、深淵も揺れているわ。そしてあなたは無知によって墜落し、恐怖によって崩壊する。あなたはあなたの過去から連れ出され、未知の混沌に直面する。でも振り返る必要はないわ。その先には道を切り開いてくれる人がいるから。強い風を受け止めてくれる人もいる。お行きなさい。この先できっと誰かがあなたのために星を灯し、あなたを本当に帰るべき場所へ連れて行ってくれるでしょう。あら、ここで死ぬなんて言わなかったでしょ。
もう逃げられないわよ。俺こそが軍団だ。もう逃げられないわよ。俺を超えられると思う？この人に近づいてはいけません。消滅するのね。お仕事完了。お、安心しろ、あたしが守ってやる。かわいそうな子、助けてあげましょうか。怖がってはいないようね。コンビクトならともかく、私の能力を目にした人はその場で気絶することも少なくないのだけど。恐怖は負の祈り。使徒たちはそれに応えて現れる。客人よ、楽園にいたいのならまずは心の中を楽園にしなさい。あら、わからないって顔ね。じゃあやり方を変えてみようかしら。かわいそうに、ひどい顔色。本当に怖かったのね。安心して。私がそばにいるわ。きっとうまくいく。好きなだけ頼ってくれていいから。
言ったでしょ、恐怖の力は灰の使徒を引き寄せる。使徒たちを動かしているのはまさにその力なの。ディスシティの人たちは自分が砂の海のことをよく知っていると思い込んでいるけれど、実際のところこの砂の海についてもこの世界についても知らないことがあまりに多すぎる。無知は傲慢を生み恐怖を生む。長い年月をかけて灰の使徒が恐怖から得た力は計り知れない。ディスの人々がイレギュラーキューブを手にしていながら、いまだに砂の海で痛い目に遭う原因もそれよ。彼らはみんな自分自身の恐怖に殺されたの。あなたを救ったのはあなた自身。私はただほんの少し手引きしただけ。あなたには恐怖に抗う力がある。ただ迷っていただけよ。迷いから抜け出したとき、あなたの心は常人とは比べ物にならないほど謙虚なものになるわ。今あなたに必要なものは新たな力と新たな仲間。その人があなたの進むべき道を示してくれるでしょう。クイーン、ああ、クイーン集団から来た客人のために占ったことがあるわね。羽振りのいい方だった。あらあら、聞くだけでも美味しい話だわ。でも私の願いを一つ聞いてくれるなら、この取引を受け入れるわ。具体的には後で話すわね。心配しないで、難しいことじゃないから。結論は？一緒に来る？好きよ、そういう思い切りがいいところ。そろそろここを離れましょう。楽しみにしてて。もうすぐ本当の砂の海を知ることになるから。怖がることはないわ。砂漠はあなたを認めている。
これでおしまい。依頼は完了したわ。脱出？あなたにとっては確かに脱出が適切かもしれないわね。確かこの近くに避難所があったはず。そうそう、あっちの方向だったわ。あなたのその見ていられない身なりをあそこで整えさせようと思っていたのに、これ避難所でのトラブルの方が私たちの状況よりもまずそうね。砂虫に一度やられたというのにまだ立ち向かう勇気が残っているの？肝が据わってるわね。総状態の砂虫なら簡単にやっつけられるわ。ただし避難所を守りながら相手にするとなると別の話。最善の方法は砂虫たちを避難所から離れた場所へ引きつけることよ。注意を引く方法ならあるわ。でもそれは奴らを落ち着かせてからじゃないと。でも今の様子を見る限りしばらく競争を抑えるのは難しそうね。もう逃げられないわよ。俺を超えられると思うな。俺こそが軍団だ。ダメだぞ。続いてはいけません。消滅。倒れるなって。
ムズアップ。俺こそが軍団だ。よくやったわね。あとは任せて。特殊な香料よ。砂虫が最も好む香りなの。可愛い子ちゃん、砂の海、そして砂の海に生息する全ての生き物は誰かの命を欲しているわけではないのよ。人々が砂の海のルールを踏みにじって自分たちのためだけのルールを勝手に作ろうとしているのが悪いの。仲間を犠牲にして力を手に入れて自分たちが安心するために全ての責任を砂の海に押し付ける。これもまた人間の差がね。ほら、あんな風に。やばいぞ、砂虫が制御できなくなった。早くお頭に連絡しろ。人間に砂虫を差し向けたのも人間だったなんて、おかしな話よね。避難所に行きましょう。私のビローディもそろそろ休ませないと。次は何をすればいいですか？安心しろ、私が守ってやる。常識から逸脱し人間を超越した私たちは果たして人間社会に受け入れてもらえるかしら。無理ね。人間は私たちを異端や化け物とみなし、駆逐し、閉じ込め、滅ぼそうとする。なぜなら未知の存在ほど人間の内にある最も根源的な恐怖を呼び覚ますものはないから。可愛い子ちゃん、到着したわ。ここが砂の海の避難所。ええ、彼らは怖がってる。クイーン集団の名前を出せば歓迎してくれるかもしれないわよ。クイーン集団はその羽振りの良さでこの辺りでは有名だから。でも残念ね、今は私と一緒にいるから。どういう意味かしら。それはあなたが異端のそばに立ってることを意味するの。砂虫を追い払い砂嵐を抜け
灰の塩から生きて帰ることができる。怖がらない人なんていないでしょう。こんな化け物を。そう言ってくれて嬉しいわ。でもあなたがそう思うのも、あなたもまた化け。安心して、他人からどう見られているかは気にしないことにしてるの。見たか、砂の海の化け物たち、本当にあの女の言うことを聞いていた。化け物があの女を殺さなかったってことは、まさかあの女も化け物なのか。慎まんか、まだ人がいるのじゃぞ。その身なりからして、お主はディスシティの人間じゃな。ターゲイザー様と話ができる人間を見たのは初めてじゃ。お主が唯一の人間かもしれんの。恐ろしくはないのか。彼女はよく砂の海で化け物と一緒におる。化け物らを操ることもできるのじゃ。彼女のあの瞳はとても恐ろしい。あれに見つめられると誘惑され操られると皆言うておる。そうじゃ、彼女が肌身離さず持っている水晶玉、あれによる予言にはろくなものがないと聞く。未来の予知なんぞ人間が持っていい力ではないのじゃ。多くの者が言う、砂の海の化け物らも、彼女に近づいた人々が彼女によって姿を変えられてしまったものじゃと。つまりあの女は化け物側に立っているんだ。あの女が灰の塩をもたらしたのかもしれない。よせ、口は災いのもとじゃて。ディスのお方、悪いことは言わん。スターゲイザーには近づかんことじゃ。お主も自我のない化け物にされてしまうぞ。
聞きたかったことは聞けたかしら。好き？そうかもね。夢の世界は現実が投影されたものよ。あなたは間違いなく砂の海に愛されてる。でもだからといってあなたは砂の海を選ぶの？人間の世界から離れるの？かわい子ちゃん、私をかばうの？恐れることはないわ。大丈夫。だって、あなたの仲間が助けてくれるもの。一緒にこいつらをボコボコにするよ。逃げられないわよ。俺を超えられると思うな。ないわよ。思う
こそが軍団だ。この人に近づいてはいけません。消滅するのね。局長、お帰りなさい。局長、クイーン集団の人の肩書きには聞こえないわね。当ててみましょうか。あなた、本当はディス当局の…船に乗って。あなたが誰であろうとここでお別れよ。あなたからの依頼はもう完了したわ。案内はまだかしら、局長さん。これは私が考えた計画だ。感心しろ、私が守ってやる。新メンバーの情報を登録しています。スターゲイザーの顔認証が完了しました。ようこそ V710。 彼女が一人で灰の塩に入って君を救い出したっていうのかい？すごすぎでしょう。灰の塩の中では方向がわからないはずなのに、どうやって局長を救い出せたの？あ、そうだ、灰の人は見たのかい？見たんだったら教えてよ、奴らについて。一度に質問しすぎよ。どれから答えればいいかしら。カワカワめっちゃ照れてるじゃん。言葉になってないよ。違う。
カワカワ？聞き覚えのある名前ね。確かに灰の塩の中で方向を知る術はないわ。でもあの中には無数の気流があって、その流れに乗れば自然に抜け出せるのよ。でも灰の塩の中は乱流も多いでしょ。ただ気流に乗るだけじゃ乱流に巻き込まれる可能性が高い。乱流に乗ってしまえば理論上生きて帰ることはできない。そう、だから操縦者の能力が試されるの。経験値だけじゃなくてね。万全の方法ならあるわ。灰の結晶を利用すればいい。そうすれば砂虫を操れるし、灰を超えることもできる。あれは灰の塩によって作られたもの。砂漠強盗にとっても無敗を誇るために必要な宝物なのだから。なるほど、ディズシティの人が別の航路を開拓しようとしてもうまくいかないわけだ。ディスが持っている灰の結晶はエネルギーが枯渇してしまっていたんだよ。エネルギーを失った灰の結晶なんて何の役にも立たないわ。それで砂漠強盗に対抗するなんてありえない話。再び活性化させない限りね。信じられん。何を言っているのだ。そのどこから来たかもわからん人間に灰の結晶を渡すとおっしゃられるか。そのようなこと、私の目が黒いうちは断じて許しませんぞ。許可なく計画外の人間を任務に加えたことには目をつぶるつもりであったが、こうなってくると外事局もこやつの身辺調査を改めて行わねばなるまい。 V710 に命じる。今すぐ戻って。警告、 V710 は未知の敵から襲撃を受け自動防御モードに切り替わりました。イレギュラーキューブのフォースフィールドは正常に作動中です。起きたの？砂漠強盗が戻ってきた。また砂虫を操って避難所を攻撃させている。いけません。止めぬぞ。俺を超えられると。もう逃げられないわよ。この人に近づいてはいけません。
ぞ。もう逃げられないわよ。この人に近づいてはいけません。もう逃げられないわよ。俺こそが軍団だ。来たよ。裏切ってしまったな。消滅するのね。タイムズアップ。ここでこの人に近づいてはいけません。砂漠強盗を蹴散らしたのに、なんで砂虫はここから動かないの？あなたの力だけでは砂虫を屈服させることはできない。灰の結晶に操られているならなおさらに、あれの習性に従ってあげないと言うことは聞いてくれないわ。言うだけなら簡単だよね。じゃあどうすればいいのよ。砂虫もさっきの戦いでほとんど勢力が尽きている。つまり今こそ精神をなだめてあげる時。あ、砂虫の攻撃が止まった。本当に効いた。局長の言う通り、スターゲイザーは砂の海での危機対応に長けているみたい。局長がいいなら結晶の活性化も彼女に任せていいと思う。どうせエネルギーのなくなった結晶だし、やらせてみても悪くないか。細かいことは置いといて、金庫の中で朽ち果てさせるよりこのお姉さんに任せてみよう。もしまたうざいおっさんが余計な口を挟んできたら、私が通信ぶった切ってやる。そこまでしなくても無視すればいい。局長さん、何かを成し遂げようとすれば乗り越えなければならない試練が次々とやってくるものよ。過去の危機は去り、新たな危機が訪れる。やってくれるじゃねえか、ディスの犬ども。手下がてめえらを仕留め損なって、この俺様の出番が来るとはな。
灰の塩から一度は逃げ出せても二度目三度目はないぜ。あのおっさん、何ブツブツ言ってんの？また砂虫を呼び戻すとかじゃないよね。彼の話だと、もう一度私たちに灰の塩をぶつけるつもりみたい。はあ？なんなの？どんな便利グッズだっつうの？使い勝手良すぎるんじゃ。これは私が考えた計画だ。安心しろ、私が守ってやる。呼べばすぐに来るなんて、灰の塩ってそんなに安いの？今回の灰の塩は自然に形成されたものではないと思う。灰の結晶、灰の塩を呼び寄せたっての？諦めなさい。抵抗しても無駄。ディスの犬ども、誰かてめえらなんか恐れるか。砂の海の人間がどんな目に遭ってきたか、てめえらが一番知ってるはずだろうが。イレギュラーキューブを独占し、砂の海で我が物顔をしてるけどな、ここの人間の生死について考えたことはあるか。この俺が迫害されていた砂の海の人々に呼びかけ、イレギュラーキューブを与え、生きる希望をもたらしたんだ。黙れ、ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。ちょっとちょっと、手がしびれちゃった。どんだけ怪力なの？俺に勝ち目がないと本当に思ってるんじゃないだろうな。気をつけて。うわっ、あのスピードとパワー、マジでヤバいって。こいつ本当にコンビクトでも指導でもないの？ヘカテイと私が二人がかりでも勝てないなんてありえなくない？今はまだだけど、これからはわからないわ。彼は灰の結晶に祈って混沌の力を授けられ、変質的で凶暴な性格に変えられたのよ。
灰の塩に魂を飲まれ、生ける屍も同然。指導となり果てるのは時間の問題だね。よくもこの俺様をあんな下賤な怪物と比べたな。おっと、スターゲイザーのお姉ちゃん、あんたの言葉であいつのプライドはズタズタみたいだよ。いつまでそんな口を叩けるかね。俺は灰の結晶からもらった力でお前らを殺す。ディスを破壊し、全てのイレギュラーキューブを奪う。その時には砂の海の全てが俺のものになる。俺こそが砂の海の支配者となるのだ。人間同士の憎悪や殺戮なんて、私にとっては取るに足らないことなの。そんな取るに足らないことのために暴挙に及び、アマツさえ支配しようとしているなんて、許されることじゃないわ。砂の海を汚す者よ、あなたの魂が帰る場所は地獄。この俺が死ねば、てめえ。船から灰の結晶は見つかっていない。他の場所へ移動されてるはず。灰の塩が避難所に接近してる。そろそろ V710 に戻った方がいい。少し待てないのかい？避難所にはまだ船に乗れていない人がたくさんいるんだ。それがどうした？お前たちに与えられた任務は敵の残党を追撃して結晶を奪い返すことだ。救出ごっこで無駄にできるような時間はない。助けを求めてる人を無視するなんて僕にはできない。ただ任務の邪魔がしたいだけだろう。大層な理由ばかり並べて、さすがはクイーン集団の人間だ。たかがナビゲーターの分際で我々の会話に口を挟む資格などない。ミノスの局長殿、賢いあなたのことだ。どうするべきかはお分かりですな。手を打ったかですと、私に指示なさるおつもりか？貴様、通信ぶった切ってやるって言ったんだよ。あのクソ親父の話は誰が聞いても胸クソ悪いわ。すごい
これが局長なのか。局長、これからどうする？もう間に合わない。早すぎる。無理だ、避難させてる時間なんてない。もたもたしてたら僕たちまで巻き込まれる。灰の結晶を持ち去った砂漠強盗がまた戻ってきたんだよ。奴らここにいる人を皆殺しにするつもりだ。局長、逃げる。万全の方法ならあるわ。灰の結晶を利用すればいい。そうすれば砂主を操れるし、灰を超えることもできる。あれは灰の塩によって作られたもの。砂漠強盗にとっても無敗を誇るために必要な宝物なのだから。やっぱり私の目に狂いはなかった。あなたは着物姿った人ね。一緒に来て、ミノスの局長。あなたが必要なの。あなたの枷で私に力を。散りなさい、離れなさい、溺れなさい。振り向いてはいけない。本当に灰の塩が消えた？局長、邪魔者は排除された。残党狩りの時間。思う。
もう逃げられないわよ。タイムズアップ。消滅するのね。この人に近づいてはいけません。俺こそが軍団だ。もう逃げられないわよ。これは私が考えた計画だ。安心しろ、私が守ってやる。これがあなたが信じようとした人間よ。局長、外事局から緊急通信要請が来た。局長、これが砂漠強盗の取り調べ記録。砂漠強盗の話だと、彼らが持っていた結晶は灰の塩の奥に閉じ込められた灰の生き物、エカから手に入れたみたい。結晶を手に入れた後、砂漠強盗たちは砂虫を制御する力を持った。さらに灰の塩を呼び寄せることまでできるようになった。あそこは灰の塩の原点よ。灰の使徒がずっと行こうとしている場所。そこがどんな場所なのか、エカの存在や意図が一体何なのかは誰も知らない。エカにたどり着けば、灰の塩を終わらせる方法を見つけ出せる可能性がある。砂の海は平穏を取り戻せる。仕事人間さん、情報は見終わった？もうエカって、記録を見せ終わったら局長をお祝いパーティーに連れてっていいって言ったじゃん。どんだけ待っても二人とも戻ってこないんですけど。そう、
避難所が開催してる。私たちへの感謝の気持ちだって。早く行こう。川川はもう行っちゃったよ。私たちの冒険の旅に乾杯。パーティーにそんな顔で参加してどうすんの。思いっきり食べて飲んで元気出す、それこそがパーティーってもんだよね、カワカワ。そう、うん、これおいしい。おかわり。ちょっとちゃんと飲み込んでから喋りなさいよ。今回の行動に参加できて、君たちに出会うことができて、僕本当に良かったと思ってるんだ。ねえ、気持ち悪い。コンビクトに関わって良かったとか。あんた飲みすぎじゃない？お酒は飲んでないよ。心からそう思っただけ。それに新しい灰の結晶も見つかったし、灰の塩を突破して砂の海の航路を完璧に整えられるようになるかもしれない。局長に感謝して当然だよ。あ、スターゲイザーのお姉さんにもね。はあ、なくて残念だな。彼女に聞きたいこといっぱいあるんだけど。スターゲイザーのお姉ちゃん、あんたがうざくて来なかったんじゃない？僕うざかったのか。申し訳ない。うん、局長、明日は彼女を連れていく。来たのね、私を引き止めるために。おかしな質問をするのね。それならこう答えるわ。あなたのことなら何もかも分かっている。あなたの依頼は全部完了したし、私がここに残る理由はないでしょ。なぜまた私を引き止めようとするの？だから私を逮捕する？あなたの前で私は何も隠さなかった。なのにあなたは隠し事をした。抱えている秘密も誰よりも多い。謝る必要はないわ。信頼する相手を決めるのはあなた自身なのだから。
私の質問に答えられていないわね、局長さん。私を引き止めようとする理由は何？ただ、任務のためなの？夢の世界は現実が投影されたものよ。あなたは間違いなく砂の海に愛されてる。でも、だからといってあなたは砂の海を選ぶの？人間の世界から離れるの？私は自分の力を認識したあの日から異端とみなされるまで、そして今に至るまで一度たりとも孤独を感じたことなんてない。いいえ、予言の力ゆえよ。人のために予言をするのは私にとって特別な意味があるから。その力で私は初めてあの世界に触れて、あれの力を感じた。あれのおかげで私は兆しを見ることができたの。私は夢中になったわ。未来の兆しを通じて世界の果てを覗こうとして、気づいたら私の予言は全部現実になっていた。そして私は神様として崇められていた。それは崇拝というより恐れだった。一族は私を悪魔と手を組んだ者として追放しようとした。私はこの世界でたった一匹の化け物になったの。そして人々を避け、自分なりの真実を追い続け、待った。仲間が現れるのを。すべての答えが灰の塩に隠されていると水晶玉に告げられた後、私は一族を離れ、一人で灰の塩の中に入った。そして砂嵐に飲まれて死が目の前に迫った時、あれ、あの世界に属する存在に救われた。普通じゃない、永遠の命を授けられたの。私はようやく仲間の優しさを感じることができた。あの仲間の優しさは忘れることができないわ。たとえ言葉や考え方が違ったとしても、この世界には同類がいると確信した。理解しようとしてくれてありがとう。すごく嬉しかった。だから私はもう一度あなたを助けることを選ぶ。化け物を理解しようとしてくれた化け物ちゃん。あら、見て、満月が空の真ん中に来たわ。
局長、灰の塩はすぐそこ。結晶ならここに。頑張って局長、僕たちならきっとできる。局長さん、あなたが進むと決めた危険に満ちた道を存分に味わいなさい。私が守ってやる。あなたもあれを喜んでいるの？失われていた二つの心がやっと戻ってきたのよ。でも、邪魔者が目の前から消えてくれないの。どうすればいいの？ちょっと、灰の結晶返しなさいよ。それは私たちのものよ。くそ、何この黒いの。このヘラ様の邪魔するなんて、いい度胸じゃん。これはもちろん私のものじゃないけど、あなたたちのものでもないわね。あれと、あれら、もちろん私も、みんな砂の海に属するもの、原価に属するものよ。エカですって？その汚れた名こそがあれを傷つけているというのに。あなたたちが砂の海に第一歩を踏み入れた時から、私はこの時を待っていたの。つまりあんたは最初から私たちを騙してたのね。騙す？お互い必要なものを手にしただけだと思うけど。私はあなたたちや砂漠強盗が持っていた灰の結晶が必要だった。あなたたちは砂漠強盗を倒すために私の協力が必要だった。今は私が報酬をもらう番よ。さようなら、馬鹿げた仲間ごっこはもうおしまい。わかってるよ。でもこの黒い影が。局長、こっちが攻撃や抵抗をするほど黒い影の攻撃と拘束は強くなる。追いかけよう。
この降りてきやがれ。あらあら、私の話ちゃんと覚えていたのね。そんなに私のことを気に入ってくれてたの？私があなたに近づいたのは灰の結晶のためだけなの。まだわからない？あれに救われて以来、私は悟ったのよ。自分は砂の海のもう一つの世界の住人だと。人間？偽りの世界での身分なんて当然偽りに決まっているじゃない。さあ、もしかしたら趣味ってやつかしら。だって人を救うも殺すも私の気分次第だもの。裏切り？裏切りだと思っているの？取引相手が誰だとしても掛け合いは必要よ、局長さん。あなたはちゃんと見分けるべきじゃないかしら。私が扱いやすい剣なのか、諸刃の剣なのか。それから局長さん、これは裏切りではなく生産なのよ。人間は自分たちが砂の海や原価に対して行ったことのだ。局長さん、私の願いを一つ聞いてくれるって約束。こうしましょう。私の願いを一つ聞いてくれるならこの取引を受け入れるわ。具体的には後で話すわね。心配しないで、難しいことじゃないから。そうね、今が約束を果たしてもらうとき。戻りなさい、ディスへ。未知の探索を諦めて別れを受け入れるのよ。このまま立ち去って深く追求するのはやめなさい。あなたは何度も私を引き止めようとしたけど、今回は約束なんだから。ま、局長、スターゲイザーが灰の塩を呼び覚ました。私たちに結晶はない。それにこの砂虫どもを倒さないと進みたくても進めないよ。近づいてはいけません。死こそあなたたちの帰る場所だ。
あなたたちの帰る場所だ。消滅するのね。これこそが軍団だ。俺を超えられると思うな。あなたたちの帰る場所だ。続いてはいけません。消滅するのね。俺を超えられると思うな。消滅するのね。この人に近づいてはいけません。消滅するのね。俺こそが軍団だ。局長、もう進むのは無理。安全を考えれば今は追わないで V710 に戻るべき。局長、今追いかけるのは危険すぎるよ。はあ？バッカじゃないの？自分が何言ってるか分かってる？それともまた頭おかしくなったとか？私も賛成できない。でも分かった。局長、くれぐれも気をつけて。すぐに火星市に戻る。待ってるから。恐怖は負の祈り。
使徒たちはそれに応えて現れる。客人よ、楽園にいたいのならまずは心の中を楽園にしなさい。恐怖の力は灰の使徒を引き寄せる。使徒たちを動かしているのは、無知は傲慢を生み恐怖を生む。長い年月をかけて灰の使徒が恐怖から得た力は計り知れない。彼らはみんな自分自身の恐怖に殺されたの。いらっしゃい、あたしのもとへ。ここ、帰る。次は何を。安心しろ、あたしが守ってやる。ウソム実験3日目。砂漠の小型ワームで実験を行う。使用数5。実験対象がターゲットに近づくと激しい反応が起こり異変が発生した。体が大きくなる、骨が太くなる、鋭い歯が生えてくるなど様々な異変を確認。
さらに実験対象とターゲットの間に交流行為が確認された。あるいはターゲットが一方的に実験対象を支配しているとも言える。ウソム実験10日目、生成熟後期のホモサピエンスを対象として実験を行う。使用数10、3分の2の実験対象はターゲットに近づくと強烈なストレス反応を示した。悲鳴、精神錯乱、幻覚、自傷及び相手を攻撃するなどの行為を確認。さらに症状が17時間から20時間まで持続すると実験対象は死亡。そのまま強烈な磁場干渉効果のある奇妙な生物を生み出すことが判明。あれは生物とは呼べないかもしれない。ウソム実験28日目、ターゲットは高次元の認知能力を備えており、あらゆる生命体に対して意識の分析や誘導を行うことが可能であると判明。その誘導は単純な意識支配ではなく、強力かつ変更不能なルールをによるからの3分の1の実験対象、ターゲットへの依存や崇拝、信仰心が見られる。ターゲットの説明記録を実験グループは理解と共鳴と定義した。ターゲットの体内にあるコア結晶こそが力の源ではあるが、未だターゲットの起源は判明していない。まさか本当に壁画に描かれていたように。ウソム実験44日目、実験対象を探している際に謎の黒い影を発見。実験グループのメンバーはそれはターゲットが頻繁に実験に参加することで地上に生息する生物が影響を受けたものだと判断した。ウソム実験45日目、大量の黒い影が実験場所に接近中、念のため一旦の準備が済み次第。ただウソム実験45日目、大量の黒い影が実験場所に接近中、念のため一旦の準備が済み次第。
ズアップ。この人に近づいてはいけません。俺を超えられると思うな。消滅するのね。この人に近づいてはいけません。俺を超えられると消滅するので。俺こそが軍団だ。もう逃げられないわよ。俺を超えられると思うな。もう逃げられないわよ。来たよ。この人に近づいてはいけません。俺こそが軍団だ。ここで倒れるわけには。消滅するので。これもある意味解放か。来たのね。そんなに私と離れたくなかった？化け物ちゃん、原価よ。これは私が考えた計画。
心しろ、あたしが守ってやる。ここまでついてくるなんてご苦労様、局長さん。そんなに一生懸命になるなんて、あなたが欲しいものは真実。地下ホールの記録を知ったはずよね。まだ足りないの？あたしのこと。もう分かっていると思うけど、原価はこの世界のものじゃないわ。この偽りの世界を凌駕する存在、真実の教会からやってきた原価を力を求めた。祈りを捧げた全ての人間に答え、三つよ。一つ目は、砂の海を越えようとする人間の勇者に、二つ目は、居場所を探して人間から逃げた少女の心にな。今の原価の凶暴化は、理解した結果なの。貪欲、無知、軟弱、非情。力を得た人間は、そうやって原価に応えた。だから原価は、ここは自分が存在するに値する場所じゃないと思ってる。この灰の塩も、人間が厚かましくも原価を汚した報いなのよ。そして聖なる花が三つの結晶を取り戻した今こそ、この偽りの世界を終わらせ。気づいたかしら？原価がなければ今の私はなかった。それだけじゃないわね。この結晶はそれ以来ずっとほぼ私の心臓の代わり。言ったでしょ、あれに救われてから私は自分が砂の海の、この三つの心は、一つは使い尽くされ、一つは欲望に汚され、これらを原価に返して、この醜い儀式からあれを解放したとき、もし自分の、そして仲間の命を大事に思っているなら、早くこの領域から立ち去りなさい。そんなこと考える必要ないでしょ。この世界では私の死はすでに決まっている。一刻も早く原価を解放することか。
うの。知りたいの？ここもうすぐ崩れるよ。局長、一緒にここを出よう。あんたがつけたマークに沿ってここにたどり着いたけど、もう少しで死ぬとこだったじゃん。残りの半日はいい加減あのなんとかゲイザーのこと忘れてよね。生きてないと人は救えないの。何？あの裏切り者を救おうってつもり？頭の中に灰の塩の塊でも入っちゃったんじゃないの？バカにも程があるでしょ。局長の命令なら。今回の任務は旅行みたいなもんだと思ってたのに。帰ったら私とナインティナインに1週間分の豪華料理を用意してよね。局長、何かいい考えがあるの？もう逃げられないわよ。俺こそが軍団だ。俺を超えられると思うな。タイムズアップ。まだ生きている。殺すことができない以上
とりあえず拘束するしかない。局長、何をするの？あそ…わかった。あなたが戻るまでここで待ってる。早く戻ってきてね。そうしないとこっちから押しかけちゃう。いらっしゃい、あたしのもとへ。お仕事完了。報酬。安心しろ、あたしが守ってやる。これは呪いじゃない。私は化け物じゃない。この力を持ったことがないから怖いんでしょ。あなたたちは私に嫉妬してるだけなのよ。なぜ嫉妬する必要がある？我々一族はほとんどが生まれつき神の力を持っている。そのおかげで我々はこの長い移動の中で生きていられるのだ。しかしお前は違う。お前の力は化け物から、呪いから来たものだ。お前は未来を覗いている。神の奇跡を変えようとしているのだぞ。この痛め、こいつを追い出せ。もう悪魔はたくさんだ。化け物どもと共に帰還せろ。失せろ、死ね。 Thank you.
それは本当なの？あなたのそばにいれば。嬉しい？短いお別れからの再会よ、化け物ちゃん。原価の力があれば、あの程度の傷、大したことじゃないわ。それに、私はコンビクトだから。あなたのカセはすでに原価の心の代わりに私の心臓になっている。私はもう原価の力に頼らなくても生きていけるのよ。あなたは私を永遠にあなたのそばに閉じ込めた。私は一体どうすればいいかしら。これからこの偽りの世界には2匹の化け物がいるのね。そう、そろそろ行かないとね。聖域へ続く道がずっとあなたを待っているわ。あたし？今まで通り真実を追い求めるつもりよ。あたしの仲間、いつかまたこの人を連れてあなたに会う時が来る。このエリアで地震が起きたんだ。遺跡の地下も崩れてて、どこも流砂だらけだよ。急いで、遺跡が完全に崩れたらもっと歩きにくくなっちゃう。局長、誰を探しているの？私をお探しかしら。化け物ちゃん、あなたに会いに来たわ。私も意外だったわ。神様が私の願いを聞き届けてくれたのかもしれない。化け物ちゃん、覚えておいて。簡単に人を信じちゃいけないわ。他人を、ましてや自分を裏切った人間を救うために命を懸けることにとらわれたくなければね。
悪いわね、化け物ちゃん。今はまだ捕まるわけにはいかないの。いつか星の光が高い塔を照らすとき、私はあなたのそばに戻る。そうしたら一緒に真実の境界を踏みましょう。蛇行船を一隻出しただけでこんなにもらえるなんてね。それに意外な収穫もあったわ。枷なの？面白いわ。よくやったわね、V710。彼女は面白い相手となりうるかしら。